時刻8時13分になりましたさあ水曜日のこの時間は旬のお野菜を使ったオリジナルのレシピをご紹介しております今日はかぼちゃです今パンプキンパイとシナモンティーお届けしましたけどパンプキンパイではありません私なんかパンプキンパイよりもバラの形をした角砂糖に惹かれてしまって 小学校の時ね流行ったんですよすごい懐かしいと思ってなんかお誕生日かなんかにお友達から頂い,いたその角砂糖を使うのがもったいないからもう一つずつ大事に大事に使ったの思い出しちゃいましたさあかぼちゃでございますがとっても栄養価の高い野菜の一つですね、まあ、美肌作りとか生活習慣予防に生活習慣病の予防に効果的なカロテン ビタミン C ビタミン E とっても豊富に含まれておりますで、あのカボチャってちょっとネトっとしてるじゃないですかなのでデンプイスが入っているのでそのビタミンがですね加熱しても壊れにくいそうなんです食物繊維もね意外に結構入ってるんですよカボチャっていうのは で、まあ、あの東洋酒と西洋酒があるんですけれども、基本的にその西洋種の方が栄養価が高いと言われておりまして、今あの私たちがだいたいスーパーで見かけるものはほぼ西洋種なので、まあ、栄養価の高いものの方、を普段から食べていると思っていいと思います。ただ、かぼちゃはとても栄養価の高い食材ではあるんですけれども、糖質も結構入ってるんですよ。なので、その糖質制限を受けてらっしゃる方とか。 あのそこをちょっと気にされている方は食べ過ぎには注意をしていただきたいと思います。そのね、もちろんあの例えばご飯を食べるとかっていうよりはもちろんとは少ないんですけれども野菜の中では多いので気をつけてくださいね。さあ選び方ですけれども丸ごと1個買うという時はもう緑色がすごく濃くって持った時にもうねずしんって重たいのがいいです。<laughs> であのかぼちゃっていうのはですね収穫した後 追熟って言ってそのしばらく置いた方が美味しくなってくるんですねなのであのヘタのはついてると思うんですけどあそこが十分に乾燥しているものが完熟ということになります通常はねあそこに水分があるものがいいっていう風なお野菜も多いんですけどかぼちゃに関してはそこがカラッとしてる方がいいですよであとカットしているものなんですけれどもまずオレンジ色の濃いもの で、種と綿が入ってると思うんですけどあそこがもう隙間なくギュッとなくとっていいいるものがいいです。時間が経つにつれてあの綿の部分からちょっと水分が飛んであの空洞みたいなのができてくるのでえー、なんかこれもうビシッと綿詰まっててって思われるね若いお母様方も多いんですけれどもあそこがもうビシッと詰まっているものがいいです。 保存はあの10度前後の涼しいところ、風通しのいいところがいいですね。カットしたものはですね、帰ってきたらあの種と綿の部分から傷んでいくので、まずそこも取っちゃってください。で、ラップなんかで冷蔵庫で保存していただくのがいいと思います。そのままにしてるとね、そこからやっぱりあの水分も含んでいるので、どんどんあのカビが来たりとかしますから注意してください。さあ、今日なんですけれども、今日はですね。 クリームシチューをちょっとかぼちゃで作ってみたんですがクリームシチューって子どもの時はすごい大好きだったんですけど私はですよ私の好みとしては今あのクリームシチューを例えば市販のルーを使って食べるとちょっと重いんですよね食べて最後までいけないっていうか食べ飽きてしまうので小麦粉の量もとってもルーは多いですから小麦粉の量をこう限りなく減らしてもっと軽く さっぱり食べていただけるクリームシチューを作ってみました。で、今回お野菜かぼちゃとブロッコリーを使ったんですが、これはあの煮込んでしまうと白いクリームシチューが薄い。オレンジ色に変わっていくので、かぼちゃの場合、別にまあ、蒸したりとか電子レンジで加熱していただいて、お皿に盛り付けといてください。で、玉ねぎ薄切りにしていただいて、フライパンかあのお鍋でちょっと炒めていただきますね。で、しんなりしてきたら今度鶏肉加えていただいて。 まあちょっっとお塩振ってもいいかなさらに炒めますで鶏肉に上皮が入ってきたなと思うところに小麦粉を大さじ1杯程度でいいのでパーッとふりかけていただいてよーく炒めます。で全体にこう小麦粉が行き渡ったなってなんとなくみんながコロッとしてきたなと思ったらそこにまあ豆乳か牛乳を入れていただきまして混ぜていただくと若干サラッとはしてるんですけど少しとろみが出てきます。 でそこに今回はまとろみを出すためにチーズあのよくピザ用チーズありますねとろけるチーズあれを1カップぐらいい入れていただきますそうするとあのチーズ自体に塩味塩味がありますのでそこで塩塩を使わずとも多少の塩気は出てくるんですねでも味に好みはもちろんありますので最後こうチーズが全部溶けてとろーっとしたルーみたいになったら味見して。 あもうちょっと塩気が欲しいなと思われる方はそこでお塩足してください。はい、であの蒸しておいたお野菜にかけていただいて召し上がっていただければと思います。まあ、あのこれでですねあのかぼちゃには入っていないカルシウムをしっかり補うこともできますしこの一皿ですごいビタミンなんかも豊富だしカルシウムも食物繊維もってとても栄養的にバランスのいい一皿に仕上がっております。ご飯ででももパンでも どちらでも召し上がっていただけるんじゃないかなと思いますちょっとクリームシチュー最近重いなと思ってたという方はぜひ試してみてくださいさあかぼちゃを使ったレシピご紹介しました皆さんのかぼちゃの食べ方もぜひ教えてくださいねメールは kei.obc1314.co.jp ファックスは大阪066577-0301こちらの方でお待ちして